神田外語大学外国語学部アジア言語学科ベトナム語専攻の木下しおりです。神田外語大学で学べる言語の魅力を伝えるこの企画、今回のお題はこちら。語彙トゥニャッライニャッロルッコイラザインジェンチョーゾイチェ語彙トゥハイニュンバイハッチョムゾンニャッナイトゥンノイベティンカムドイルア語彙トゥバゾンニャッロファチョムズアゾンニャッピンザンバニャッキブウフィバイノーゼリバオロングイ。V-POP はベトナム以外の国でも流行しています。皆さんもぜひ聞いてみてください。日本とベトナムの関係は年々深まってきているので、ベトナム語を学ぶことによって活躍できると思います。次のお題はこちらです。変化プライ